ギタープラネットの翔です。ギタープラネットの柳津です。柳津さん、この間ちょっと小耳に挟んだお話があるんですけど。何でしょう。最近のビギナーさんっていうのは、はい、このバンドがお好きとか、このギタリスト憧れてみたいな感じでギターをあんまり選んでらっしゃらないっていう、こだわりがないっていうのは本当ですか？こだわりはその違うところはこだわってる部分あるんですけれども、はいはい、でもなんかこの好きなこのアーティストが好きでこのギターが欲しいんですっていうのは確かに少ないですね。ああ、やっぱそうなんですね、はい、この間の他の楽器店舗さんのスタッフさんとちょっと交流をした時に、はい、その話になって、はい、僕なんかもうあのクラプトン憧れて、もう絶対ギター買うんだったら黒メープルでしょって思って買ったんで、はい、今なかなかその誰々に憧れてっていうのが少ないってなると、皆さんどうやってギター選んでるのかなって思うんですよね。あー、でも私も実際一番最初に買ったギターは日本製ブランドのテレキャスタータイプだったんですけど、その時も別にこのアーティストが好きでそれを選んだわけじゃなく、ただサンバーストがかっこよかったから、テレキャスターがかっこよかったからっていう理由でそのギターを選びました。ああ、ってなるとやっぱりそのビギナーさんはまずどんな形のギターがあるのかっていうのをご案内した方がいいってことですよね。そういうことですね。というわけで今日はビギナーさんにおすすめしたい定番のモデル4つご紹介していきたいと思います。まず1本目なんですけれども、こちらテレキャスターっていうギターです。まずこちらのギターの特徴としてはすごいシンプルな構造なので、まあ、初めての方でもかなり扱いやすいギターかなと思います。サウンドとしては割とチャキチャキしたような感じのサウンドですので、コード弾きとかでもいいですし、カッティングとかでちょっとキレのあるサウンドとか出してもいいと思います。テレキャスターっていうと、もともとアコースティックギターの形状を元に作ってるので、はい、結構音色もストレートな、ちょっとこういうカントリーっぽいのが元々のアメリカフェンダーっぽいニュアンスなんですけど、はい、今みたいな優しい音色が出る一方で、でも出るギターなんですよね、はい、うん、で、まあ、こういうチャキッとした音も出る、はい、なのですごくシンプルで扱いやすいギターだなっていう定評ですよね。そうですね。2本目、じゃレスポールです。ギブソンっていうメーカーさんから出してる一番人気なギターじゃないですかね、はい、こちらの出せるサウンドとしてはもうのぶとい男らしいサウンドと、あとすごい低音で甘いサウンドがすごい綺麗なギターです。ギブソンっていうメーカーはすごく歴史のあるブランドで、はい、このアーチドトップというボディトップが膨らんだ形というのが、うん、伝統的な作りなんですね、はい、なので見た目の点ですごく芸術的な高級感のあるおしゃれなものとなっています、はい、
まあ、確かにこういう木目調とか、まあ、フェンダーにはない輝かしい見た目もありますし、まあ、バイディングとかこういうインレイの部分とかもかっこいいですよね。レスポールって本来はジャズギタリストのシグネチャーモデルだったんですよ。あー、そうですよね。設計としてはこの足の間にボディを置く、はい、縦膝をしてこのように持つっていうのが当初の設計だったそうです、はい、なのでちょっとこうメロな、はい、っていう音が意外と似合うんですけど、現代では歪ませて、はい、音太いですよねそうですね。レスポールのこの2本でかっこいい音が出ちゃうのってやっぱすごいと思うんですよね。そうですね。さっきのテレキャスターとかだとどうしてもこう弦6本とか複数弾いた方が厚み出るなと思うんですけど、レスポールはもうこのパワーコード6弦と5弦弾いただけでかっこいいっていうのはすごいって思います。キャスターとかレスポールと比べると、こちらに関してはピックアップ、マイクの部分が3つございますので、まあ、バリエーションが5パターン出せるようになります。ストラトを発売した時の広告のストラトキャスターっていうのはここがすごいっていうの一つに、はい、世界初の3ピックアップと書いてあるんですよ。あ、やっぱそうなんですね。なので、まあ、今となってはピックアップ3つってまあまあよくあるんですけど、そうですね、まあ、1950年代の時点だとうわ2つじゃなくて3つだっていうのを結構本気で売りにして新聞に広告出してますから、はい、これは本当に革新的だったんだと思います、まあ、さらに言うとこういうダブルカットで両方ともカットされているボディなので、うん、まあ、ハイフレットあたりもすごい弾きやすいですね。ヤンデさん、ストラトだとどのこのマイクのポジションが好きですか？私一番好きなのはセンターとフロントのハーフトーンのサウンドですね、はい、やっぱり3つあるので中間の音が出るっていうのがストラトのすごく特徴的なところですよね、はい、そうですね。テレキャスターで G のコードを僕弾いたんですけど、はい、テレキャスターだと弦のこの張り的に G のコードの音がすごく似合うなと思うんです。あー、そうですね。でレスポールだとパワーコードがいいんですけど、うん、ストラトってこの開放弦のコード、はい、こういうなんか浮遊感のあるのがすごく似合う楽器ですよね。4本目のこちらの PRS のカスタムニーヨンです。 PRS って、はい、僕の中だと結構新しいブランドというか、あ、はい、初めにご紹介したフェンダーとか、うん、ギブソンって、はい、1950年代からエレギター作ってるんですけど、うん、この PRS っていうブランドは80年代の創業ですよね、まあ、そうですね、結構新しめのブランドさんですね、うんうん、
といっても新しいブランドですけれど もう最近だと結構もう定番化されてますので。そうなんですね、はい、初めての方でもピュアレース欲しくてみたいな方結構いらっしゃいます。なんかさっきのテレキャスターとかレスポールとか、うん、ストラキャスターとモデル名と比べると、はい、カスタムニー4ってなんかすごい番号みたいですよね。でもなんかカスタムニー4ってピュアレースっていう名前が強くて、お客様に聞かれる時もピュアレース探しててっていう風に言われることが多いです。あ、確かにそうですね、まあ、ストラト欲しいとか、はい、レスポール欲しいって方いらっしゃっても、うん、カスタムニー4っていうのは、まあ、ピュアレース欲しいっていう風になりますよね。そうですね、うん、ピュアレースってちょうどこの仕事始めた頃に今みたいにたくさん置いてるショップさんってなくって、あ、どちらかというとギターに詳しい人が、まあ、知ってるちょっと2のブランドだったんですけど。そうなんですか。もう今ビギナーさんでも PRS 欲しいって方いらっしゃるんですね。全然いらっしゃいますね。へえ。それこそ初めての方とかでしたらワンオクロックさんに憧れてとかウーバーワールドさんが好きでっていう方が、はい、あの PRS を探してるっていう方多いです。あ、はい、なるほど。 PRS って、はい、僕実はバンドの頃にメインで使ってたんですよ。あ、本当ですか。でまあ、このストラトみたいなダブカッターウェイのデザインとレスポールみたいなアーチトップ、はい、トップが膨らんでる形状で、まあ、その PRS っていうブランド自体が初めにご紹介したフェンダーとギブソンのちょうど間の隙間のところを狙ってるような感じで、まあ、すごくよく考えられたデザインだなと思いますね。うん、そうですね。あと特徴的なのは、はい、このインレイっていうここの押さえるところの表面に入ってる印が鳥なんですよね、うん、これめちゃくちゃ綺麗ですよね、うん、これがやっぱり見た目がいいので、はい、まあ、こういうところも含めてこの PRS 憧れるなって方が多いんだと思います、うん、見た目だけじゃなくて音色的にも、うん、ストラトっぽいような繊細な音も出ますよね。ちょっと歪ましたサウンドも聞いてみてもいいですか。綺麗な見た目しますけど、はい、ヘビーの音も対応できるというのは PRS の凄さだと思います、うん、今日こちらの4本のギターを比べてみたんですけれども、これはもう順番の問題ですからね。あ、そうなんですよね。まあ、あのどれからスタート、もうポケモンと一緒です、はい、初めにどの子と旅に出ようかみたいな。でももうこの子も必要だし、この子も必要だし、もうこれ順番の問題ですから、はい、これとこれ悩むなーっていう方もいらっしゃいますと思いますので、まあ、まず今自分が必要なギターを一本選んでみて、じゃあ次はこのギターにしようかなっていう風に、まあ、どん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 いろんなものを試していくのもいいんじゃないかなと思います。当店ギタープラネットはお茶の水に店舗構えており、店頭ではもちろん通信販売でもしっかり皆さんギターライフをサポートさせていただきます。ぜひチェックしてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録はこちらからお願いいたします。